根田さん、ちょっとそのシステムトラブル、障害があって、開催どうかということだったんですけど、一応やるということが今伝えられたと思いますけど、そうですね、率直に今、はい、どうですか、選手の気持ちは。まあ、地元の記念だし、うん、まあ、自分なんか追加だったんですけど、うん、まあでも、そうですね、やっぱ走れるのは嬉しいですよね、うん、やっぱりその千葉記念、はい、特別だしっていう、1年に1回しか走れない、うん、地元記念なんで、まあ、昨日のいわゆる初日の段階ではちょっと早めに中止が決まってて、はい、いわゆる今日の段階っていうんですか、そうですね、では朝からどういう感じでした、その発表がまあ3時頃には決めたいみたいな連絡があったと思いますけど、そうですね、うん、まあ、場合によってはもうちょっと早めにっていう話はあったんですけど、うん、まあ、なかなか、 なんか情報何も入ってこないんで、どうなってるかが、どうなってるのか全然わかんないんで、やんのかやんないのか、うん、で、まあ、もうやれるようだったらまあ早めに連絡来るだろうっていう感じで、うん、間もないからこれ多分無理じゃないかなっていう、もう雰囲気は出てましたよね、うん、で説明としてはそのシステム的にはその大丈夫になったというような連絡はされてるんですか、はい、もう 100% は大丈夫だっていう、うん、しっかりそこ信じて、そこも信じるしかないですけどね、うん、はい、まあやっぱりその開催がなくなるっていうのは、まあ、大きなダメージというか、はい、ちょっと友人と親王杯あって中1になる難しさもあろうけど、はい、うね、やっぱり選手の方は走ることがやっぱり喜びでもあるから、うん、まあ、プロである以上はそこはもう走らないと、うん、もう一回じゃあ、まあ、気持ちはもちろん切れてもないと思いますし、しっかり、うん、そうですね、まあ、違うちょっと疲れはありますけどね、うん、やっぱ普段全然これはちょっと精神状態はかなり来てますけど、うん、まあ、決まった以上は、うん、まあ、スイッチ切り替えて、うん、はい、頑張るだけです。明日からの4日間ですね、頑張って長いですね頑張ります、行きましょう、はい。